はい、皆さんこんにちは。人間環境学研究科学部では総合人間学部 の細見和之と申します。よろしくお願いします。で、今日はですね、私はパワポが苦手なもんで、パワポでのレジュメとか使えなくて、書画カメラなんかを使いたいとか申しまして、大変準備に苦労いただいております。ありがとうございます。で、今日は40分ということですので、できるだけその中で話が完結するようにですね、進めたいと思います。で、私の専門はですね、今カメラの方で写しておりますフランクルト学派、これは中古新書で出てる本です。で、これが私の研究の中心ではあります。フランクルト学派っていうのは、20世紀の、特にユダヤ系の思想家が多いんですね。アドルノとかホルカハイマーとか、あるいはベンヤミンで、第二世代になるとハバーマス、これはユダヤ系ではない、人になっていくわけですけれども、第一世代と言われるのはユダヤ系が多いと。で、今日はちょっとその話とも関わります。で、私がですね、これはよくするんですけれども、大学選挙が80年に入学しました。で、私が入ったのは大阪大学でしたけれども、京都大学もまだそうですね、割と社会運動をしているようなグループとか団体がある。で、1980年の大阪大学も、いろんな社会運動団体ありました。で、私はその田舎から大学に行きましたから、全くその、キャッチセールス的なものに、免疫がなかったんですよね。ですから、キャッチセールスにも随分引っかかりましたし、そういう社会運動とか宗教運動の、呼びかけにも引っかかっておりました。アンケート用紙なんかに丁寧に書いてですね、で、最後によかったら連絡先をって住所書いて電話番号まで書いてたというのが私でございました。で、人生の目的は何ですかとかですね、一生懸命考えて、何だろうから、水爆とか原爆についてどう思いますか、一生懸命考えて、で、最後に住所と電話番号を書くと。で、そうするとすぐに、いろんな電話がかかってくるわけですよね。それで、いろんな団体に関わることになりました。で、私自身は大学は素晴らしいところだと思ったんですよね。昼間はこうやって勉強して、夕方からはその平和のことを考えたり、原水爆のことを考えたり、あるいは「歎異抄」というのを読んだり、素晴らしいところだと思ってたんですけれども、そういう団体の中の一つですね、社会運動をやってた団体です。そこの団体のちょうど5月の合宿だったと思うんですね。どっかお寺の、山のお寺かなんかに入って、そこで寝泊まりしながら学習会をするという、そういう機会があったんですね。で、なかなか話が合わないんですね。後で考えると、その団体はものすごくソ連寄りの、当時としては多分一番ソ連に近い団体だったんです。で、そこの先輩がですね、ドイツに行ってきて、当時は西ドイツでしたけれども、その向こうの団体と接触してきたと、つまり西ドイツのたまり一番ソ連寄りの団体と接触してきたんじゃないかと思うんですけれども、その時にお土産としてですね、こういうのはもらったっていう、テープを聞かせてくれたんですね。そのテープの中にこの曲が入ってたわけです。おそらく皆さんもよくご存知じゃないかと思います。ちゃうこちらですね。
ちょっと時間の関係でね、途中で切らせていただきましたけれども、言葉はわからないけどメロディーはわかる、あるいはリフレインのところはね、わかるっていう人が多かったんじゃないかと思います。で、まあ、私も私は調べると高校でどうも習ってた、音楽の時間に習ってた歌ですね、子牛の歌とかドナドナとかいうタイトルで、それでなんでこの歌がこんな社会運動的なテープに入ってるんでしょうねみたいなことを思うわけですね。そうするとその先輩も首をかしげながら、いやどうやらあれユダヤ人の歌らしいんだよねって言ったんですよね。でその瞬間に私は非常にショックを受けました。日本では本当にかわいそうな子牛さんの歌としか歌われてない、私もそうしか習ってなかった、それがユダヤ人の歌だって言われた時に、まあ、その時、中学高校とか通じてホロコースのことはやっぱりもう、知ってましたから、あ、これはホロコースの歌なんかと思ったんですよね。実は違うんですけどね、実は直接ホロコースの歌ではないんですけれども、まあ、その時そういうふうに思ったっていうのがすごく、私にとっては、衝撃的でした。でちなみに今の言葉はですね、歌の言葉はイディッシュ語と言われる言葉です。東ヨーロッパのユダヤ人が日常語としていた言葉ですね。でこの、ドナドナの原作なんです、これが今のがね。で原作がイディッシュ語であるっていうのは、まあ、とても大事なんですけれども、でも直接ホロコースの歌った歌ではないんですね。でちなみに最近の若い方はこの歌自体を、日本語の歌自体を知らないっていう方も多いようですので、 NHK みんなの歌のね、日本語版を少し聞いていただきましょう。まあ、日本語ですとこういう歌詞で歌われてて、まあ、私も高校の時音楽の時間で習ったのはこの歌だったと思います。先ほど別の方に聞くと小学校の時にね、習ったっていう方もいらっしゃいました。で歌詞を確認しておきますとですね、こういう形になります。ちょっと小さいかな、こうですね。で原曲はイディッシュ語だと言いましたけれども、実は私がその大学入ってた時にその合宿で聞かされたのが本当にこのイディッシュ語バージョンだったかどうかは実は分かりません。イディッシュ語はドイツ語に非常に近いんですよね。でその時点で私はドイツ語であったとしても多分分からない、まだ状態でしたので分からないんですけど、多分これだったんだろうと、今は思ってます。それでイディッシュ語っていうのはですね、東ヨーロッパのユダヤ人の、言葉です。でこういきますね。で、これはホロコーストの時のですね、強制収容所と絶滅収容所の地図です。ちょっと薄くて分かりにくいかもしれませんけれども、まあ、この、東側ですね、ポーランド、チェコスロバキア、オーストリア、ハンガリー、ルーマニア、ブルガリア、ウクライナ、そしてリトアニア、ラトビアで、モスクワの手前ぐらいまで、この辺りに900万人ぐらい、
19世紀の終わりから20世紀の初頭にかけてはユダヤ人がいたということになっているわけです。でここ の, あのユダヤ人たちが日常生活語として使ってたのがイディッシュ語なんですよね。それで、私はそのイディッシュ語を、まあ、興味持っているっていうのを、まあ、あの知ってる友人がドイツから帰ってきた時にレコードをまたくれまして、今度は これは CD ですけれども、これのレコード版だったんですよね。今聞いていただいたのはこういうやつです。これのレコード版ですよね。それをあの、まあ、持って帰ってくれて、でその中にドナドナが入ってたんですよね。それで結局あのその時になって87年ぐらいだったと思いますが、自分が80年に聴いた歌と87年にそのレコードで聴いた歌がようやくドッキングしたという状態です。でこのレコードの解説にですね、あのこのドナドナの作詞家としてイツアク・カスネルソンと名前が挙がってるんですよね。今もこの CD 未だに載ってますよ。でそれは間違いです。で、あの未だにこのね、あ出ないかな、このねドスケルブルっていうね、ここに、解説が載ってるんですけど、ここにドイツ語でですね解説が載ってて、見えないかな。で、あのこの作詞家はイツアク・カスネルソンというポーランドの、まあ、詩人戯曲家で、彼は家族が、アウシュビッツに捕らわれたと。でその悲しみをこの歌に託したと。で自らもアウシュビッツで殺されたというような解説が書いてあったんですよね。で僕はそうか、あのドナドナの歌はイツアク・カスネルソンという人が作ったんだというふうに、まあ、思いまして、でそれでカスネルソンというのに興味を持ったんですよね。でイディッシュ語を私は95年から勉強し始めました。ちょうど阪神・淡路大震災の年ですけれども、そこでその時からイディッシュを学び始めて、そしてイディッシュ語が、まあ、少しでも読めるようになったらカスネルソンを読みたいと思ってたんですよね。で、カスネルソンをあの一生懸命勉強して読みました。で、99年にこういう滅ぼされたユダヤの民の歌っていうカスネルソンの代表作ですが、イディッシュ語からあの翻訳、アスカイ・マサトモさんっていう一緒にイディッシュ語の勉強をやってた人と協約いたしました。カスネルソンっていうのはね、顔はどっかに写ってたかな、まあこれはワルシャワゲットで息子と写っている写真ですけれども、こういう人ですね、こっちですね。でなんですが、あのイディッシュ語を勉強し始めてカスネルソンを少し調べて、すぐにドナドナの作者ではないということが分かりました。でもその時にはもうカスネルソンについて随分、勉強し翻訳にもかかってましたので、あのカスネルソンをそのまま続けてやりたいと、ね、思いました。イディッシュ語文字自体はこういうヘブライ文字を使います。これイディッシュ文字ですね。でカスネルソンはビッテルという収容所に入れられてて、その時にこの作品を書くんですけれども、こういうふうに、紙にですね15の歌なんですけど、1枚の紙に一つずつ歌を書き込んで、それを、瓶に詰めて収容所の地面に埋めてたんですね。で、まあこういう人ですから、いやこれはやらないといけないと思ってカスネルソンやりました。で今日はカスネルソンの話ではないので、他にワルシャワゲット詩集というねこういう訳もやりました。それでまあだけどもあのドナドナの作者ではなかった。じゃあ誰かということになるんですが、あの実はこの歌はイディッシュ語の歌ですけれども、ニューヨークで作られてます。で、ニューヨークのイディッシュシアターですね、そこで作詞家がアーロン・ツァイトリン、作曲家がジェローム・セクンダということなんですよね。でそのジェローム・セクンダとアーロン・ツァイトリンの作った曲ということにが分かったんですけれども、本当だろうかということで、アーロン・ツァイトリンはですね有名な作曲家で、ニューヨーク大学ですね、あの、州立大学の方じゃなくて私立の方のニューヨーク大学です。そこにシェロム・セクンダの遺品が収められているんですね。
でそこで、遺品を探しました。でそうするとこのエステル家という芝居ですね、1940年にニューヨークのイディッシュシアターで行われた、エステル家、エステルちゃんということなんですがの芝居の、挿入歌あるいはまあなんていうのかな代表曲ですね。でここにこういう形でダナダナが出てきます。でなんでニューヨークでイディッシュ語の芝居があったのかというとですね、先ほど言いました、あの東ヨーロッパにたくさんユダヤ人が住んでましたね。でこのユダヤ人たちが19世紀の終わり、たくさん、ニューヨークとか、出ていくわけですよね。で、岩波文庫にも入っているショーレム・アレイヘムという有名な一番有名なイディッシュ語作家の牛乳屋テビエという本があります。これがあの屋根の上のバイオリン弾きという有名なミュージカルの原作です。で日本でも森重久弥さんがずっとそのテビエ役をやってロングヒットをして、今も若い人に代わってどっかでやったりしていますけれども、あの屋根の上のバイオリン弾きのあのイメージです。あれがまさしく19世紀の終わりに、この東ヨーロッパから渡っていくユダヤ人の一家の物語なんですよね。で牛乳屋テビエでは一家は最後に、パレスチナに渡ることになってます。でもあのニューヨークに渡った人も多いんですよね。でニューヨーク あのブロードウェイで屋根の上のバイオリン弾きとして、上演するときに、まあ、やっぱり最後に一家がパレスチナに渡ったよりはニューヨークに渡った方が、まあ、あのニューヨークの人にとっては分かりやすいというか親しみがあるわけですね。それであの1940年の時点でそのイディッシュ語のお芝居を見たいと思っているユダヤ人、ユダヤ系の人たちがたくさんいたということなんです。それじゃあですね、このジェロム・セクンダとアーロン・ツァイトリンはどんな思いでこの曲を作ったのかと言いますと、アーロン・ツァイトリンはですね、ワルシャワ出身です。で、まあ、ドイツ軍が1939年の、9月に、ポーランドに侵攻して、でそれに対してイギリス、フランスが宣戦布告して第二次世界大戦が始まりますね。あの直前です。あの 2,3 ヶ月前に、アーロン・ツァイトリンはニューヨークに渡っています。でアーロン・ツァイトリンの父親は有名な知識人でしたけれども、あの、ナチの支配下のワルシャワゲットで殺されています。それから、ジェロム・セクンダの方は今このウクライナ、ロシアのウクライナ侵攻であの何度も出てくるオデッサですね、あそこ出身です。で、あの2人ともやっぱり東ヨーロッパでの迫害の記憶を抱えてやってきている。そしてこのエステル家という芝居自体がですね、その東ヨーロッパでユダヤ人が迫害をされて、それをエステルというその、まあ、これはあの、エステル記っていうのが旧約聖書にありますけれども、あそこに出てくる女性ですね、ユダヤ人のヒロインです。ユダヤ人を救うヒロインなんですね。そういうものを登場させて、でその芝居の中では第1幕の第2条だったと思いますが、エステル家がこの歌を歌う形になっています。ですからあの少なくともこの歌に東ヨーロッパでの迫害の記憶が込められているんですね。でところがですね、第二次世界大戦後あのアウシュビッツなんか解放された後ですね、私はこの歌をイディッシュ語で難民キャンプで歌ってた、あるいはアウシュビッツで歌ってたと証言する人たちがいるわけです。つまり1940年にニューヨークで作られたイディッシュ語で歌われてたこのドナドナがどういう形でか、1943年、4年あたりには、ヨーロッパに渡ってたわけですね。で先ほど言いました、あのこの地図でね見ていただけましたら分かりますように、ドイツ、元のドイツのところには黒丸の、主要強制収容所があります。で、まあ、ポーランド、ドイツが支配しているポーランドですけれども、アウシュビッツ、ヘウムノ、
ベルジェツ、マイダニク、ソビュブル、トレブリンカ、こういうあたりは丸の外にさらに一重の丸がありまして、絶滅収容所と書かれているわけですね。で、強制収容所は一応その人を強制収容して働かせるような場所でしたけれども、絶滅収容所っていうのはとにかく集めてきた人を殺す場所です。そこに仕事があるとしたら、その人たちを殺すという仕事だけがある、そういう場所ですね。でちなみに先ほどのカツネルソンの家族はですね、アウシュビッツじゃなくてトレブリンカで殺されています。でカツネルソン自身はその後最終的に長男と2人一緒にアウシュビッツで殺されてるんですけどね、家族はトレブリンカです。でつまりここにいた東ヨーロッパのユダヤ人、時代のこう、19世紀終わりから20世紀の初頭にかけて900万人いたユダヤ人、東ヨーロッパのユダヤ人、これがホロコーストで殺されている大部分なんですよね。だからドイツなんかは結局50万人ぐらいしかいなかったので、なんで50万人しかいないのに600万人殺せるんだっていう話になっちゃうわけですが、東ヨーロッパのユダヤ人が殺されている。それでアウシュビッツは一番西寄りですけれども、トレブリンカとかソビブルとかマイダニク、ベルジェツ、これは東側にありますよね。まあ、いわばその現地で殺しているということになるわけです。でこの人たちが100万単位で殺されましたから、その戦後ですね、この歌をイディッシュ語で歌うということはやっぱりどうしてもその、ホロコーストの記憶がそこに重なるわけですね。ちなみにイディッシュ語は戦後の世界から日常言語としてはほぼ失われてしまっている言語です。その話し手が100万単位で殺されるというのはそういうことですね。その言語そのものがなくなってしまう。今イディッシュ語が日常語として話されているのはエルサレムの、まあ、非常にこう宗教的な厳格な正統派と言われる人たち、それからニューヨークでの同じように正統派、超正統派の人たちがいる場所ですね。その人たちにとってはヘブライ語は神様とのコミュニケーション言語なんであって、日常語であっちゃいけないんですよね。だからそういう人たちだけが日常語でイディッシュ語を使い、っているという形になってて、まあ事実上日常言語としては失われてしまった。でその言語で、この歌が歌われるとやっぱりそのこの歌の中で、ホロコーストの記憶が抱え込まれていくということになるだろうと思うわけです。でただし日本でですね、この歌が知られているのはもちろんイディッシュ語版からではありません。ジョン・バイズですねの英語版からです。ちょっとジョン・バイズもですね聞いてみたいと思います。はい、日本語版とですねイディッシュ版が随分違うという印象を持たれたんじゃないかと思うんですけれども、今ジョン・バイズのドナドナ聞いていただくと、明らかにジョン・バイズのドナドナはイディッシュ語版に近いですよね。で日本語版がですね、もうどう考えてもこれはかわいそうな孔子さんの歌というふうな形で歌っているのに対して、これですよね、ジョン・バイズ、これちょっと私の下手な日本語訳ですけれども、もうちょっと小さくしたかな、ジョン・バイズのバージョンではですね、まあ、市場へ向かう、荷馬車の上にって、これ市場へ向かってるっていう設定はジョン・バイズから入ってるんですね。
で悲しい瞳の拳が一頭、このあたり日本語訳ともちょっと触れ合うんですが、空の上には一羽のツバメ、ツバメは気持ちよさそうに舞っている。でどんな風に風は笑っているだろう、風は力の限り笑っている、笑い笑い一日中、そして夏の夜半まで。夏っていう季節の設定もここで初めて出てくるんですけどね。ただし例えば2番、文句を言うんじゃないと農夫は言う、拳であると誰がお前に告げたのか、どうしてお前にはないのだろう、誇り高く自由に舞うあのツバメのような翼が。でさらに最後、拳たちはやすやすと縛られ殺される、その理由も知らないままに、しかし銃を尊ばない者などいるだろうか、飛ぶことを学んだあのツバメのように。これはイディッシュ語版でもですね、これはもやっぱりはっきりしてまして、孔子がうめくと農夫が言う、一体誰が孔子であるとお前に命じたのか、お前だって鳥であることができたろうに、ツバメであることができたろうに。それからさらに最後です、人々は哀れな孔子を縛り上げ、そして引きずっていって殺す、翼を持つ者なら空高く舞い上がり、誰の奴隷にもなりはしない。この誰の奴隷にもなりはしないって非常に強い言葉でイディッシュ語版は歌ってて、でジョン・バイズのバージョンもそれを引き継いでいる。明らかにこのイディッシュ語版に忠実な感じのバージョンになっているわけです。で面白いのはですね、じゃあジョン・バイズはこれをどういう状況で誰に向かって歌ったのかということですよね。でジョン・バイズは18歳ぐらいで、いわゆる彗星のようにして現れたフォークの女王と言われる人です。ボブ・ディランが、ノーベル文学賞を取って、ね、また話題になりましたけれども、ボブ・ディランよりジョン・バイズの方が先に有名になってたんですよね。で、同級生みたいなもんですから、ジョン・バイズがですね、自分の舞台にボブ・ディランをあげたりしてたんですよね。皆さん私の友達のボブの歌も聴いてくれますかみたいな感じのことを言って、ボブ・ディランを舞台に上げて歌わした。そしたらボブ・ディランの方が一気に人気が上がってしまって、それで最初はですね公民権運動の中でこの歌が歌われたりしたわけですよね。でそれがさらに60年代、半ばからはベトナム反戦の運動とつながっていきます。でジョン・バイズがこの歌を歌った時、これは誰に向けて歌ってるか、空爆にさらされたベトナムの人たちも多かったと思いますけど、一番わかりやすいのはやっぱり徴兵にかかっている若者のイメージだと思います。行きたくない行きたくないっていう状態の中で、それこそ荷馬車に引っ張り上げられるようにですね、首に縄をかけてでも連れて行かれるっていうこのイメージですよね。で徴兵制、ベトナム戦争が続いている中のアメリカの徴兵制度っていうのはやっぱりものすごく厳しいものがありまして、例えば、誰かがですね戦争に行って、自分の友達が行って戦死しちゃった、で次自分のところに召集がかかった、でその戦死した家族のところに行ってですね、私は彼のように戦死したくないので拒否したいと思いますって言ったら、その家族がですね、遺族がですね、それはそうよ、あなたは絶対に命をなくしてほしくない、息子のように死なないで、絶対言わないんですよ、絶対言わない。でなんでそんな卑怯なことが可能なんですか、なんでじゃあ私の息子は死んだんですかって、そういうそっちの話になるんですよね。それで徴兵を拒否すると、まずは逮捕される、そして、刑務所に入れられる。で刑務所に数年いて出てくることはできますけれども、出てきても一切就職がない。でそれを就職させると、なんであんな卑怯なやつを就職させたんだと言って雇い主が攻撃される。でそんな状態でを見てると、もうそれこそ目つぶって2年3年前線行った方が良かったっていうぐらいの気持ちにさせるわけですね。でそんな状態の中でみんなもう泣く泣く召集されていく。そこでこのドナドナをジョン・バイズは歌っているわけですから、やっぱりすごいですよね。でジョン・バイズは英語で歌うことによって、ある意味じゃそのメッセージをそのユダヤ人だけじゃなくて、もうちょっと普遍的なものに変えたようなところがあると思います。でそれがベトナム戦争の下ではベトナムの民衆であったり、特に、
兵役を課せられていく若者の姿に重ねられていったと思います。でジョン・バイズがこの歌をどういう思いで歌ってたのかなというのもちょっと知りたくて、私はこの、ね、ジョン・バイズ辞典というのも読んでみました。これ小文社から日本語訳が出てるんですよね。でこれも読んでみたんですけど、特にですねジョン・バイズあのドナドナについてそんなになんか書いてくれてるわけではありません。あのジョン・バイズのこのバージョンを読めば、あのジョン・バイズが元歌の意味合いをはっきりと把握してたことはわかるんですけど、ただ1980年半ばの出来事としてですね、ちょうど私があのこの ドナドナを聞いて後ですね、ポーランドで、ワルシャワでですね、あの当時連帯の運動というのがありましたね。後に大統領になるワレッサ委員長を中心に、でその連帯の運動を支援するためにジョン・バイズは、ポーランド行きワルシャワ行っているんですよね。でその時はコンサートをするつもりで行ったんじゃないんですけれども、せっかくジョン・バイズさんが来てるんだからコンサートやってもらいましょうよという話になって、即席コンサートをやったそうです。でワルシャワの公園、だいたいあそこだろうなと、私も3回ぐらいワルシャワ行ったことがありますから分かるんですけど、そこで200人ぐらい集まってコンサートをやった。で、あのなかなかいいコンサートだったけど、最後ドナドナで終わったっていうふうにあの書いてます。ですからその時にはこのドナドナが、連帯の運動とかに、まあ、結びついていくような、歌として歌われたということになるだろうと思います。で、まあ、こういうふうな、歌の、一つの歌の流れ面白いなと思うんですよね。でただし日本では残念なことに、その、まあ、良くも悪くも歌の一番の核みたいなものがある点では消されているという側面もあります。でその歌の大事なメッセージが消されたということの象徴、シンボリカルな出来事としてこういうのがあるんですね。ジョン・バイズは人気がある人でですね、1962年ぐらいにも日本でレコードデビューしてたと思いますが、67年に、初めて日本にやってきます。その時にジョン・バイズはですね、彼女がまあ MC やりますよね、舞台で。そうすると日本人の通訳者が通訳してくれる。でところがツアーの途中からどうもおかしいと思い始めるんですね。でこの通訳者はちゃんと私の言葉が理解できてないんじゃないか。でそれで確認するために、ちょっと短めに喋ってみる。どうもおかしい。から少し冗談めかしたことを言う。誰も笑わない。長めに喋る。となんか短い通訳がね。それでかなり、一触即発状態になったそうです。あなた本当に英語できるの？私の英語分かってる？だからその通訳者はなんか曖昧に笑ってる。でジョン・バイズはですね、別の同じその日本人で親しいその仕事をしている人に愚痴を言ったそうなんですね。私は初めて日本に来てとんでもない目に遭ったと。あんなその通訳者つけられたんでは仕事にならない。あの人なんであの仕事してんの？で言われた人はですね、ちょっとびっくりして、え？あの人が？でそれでその人は実際別の、あのアーティストの通訳をその人がしている様子をちょっと覗いてみたそうです。そしたらパーフェクトだった。でジョン・バイズに、いやいやあの人英語パーフェクトでしたよって言ったら、ジョン・バイズは相変わらず、なんで私の英語だけわからないわけって怒ってた。で帰っていった。でところが2、3週間してですね、その通訳者が実はこうだったっていう話を打ち明けるんですね。つまり CIA から圧力がかけられてる。でこのジョン・バイズのツアーの通訳をするっていう仕事が来た時に、 CIA の職員だという人がやってきて、ジョン・バイズっていうのは全くこういうその政治とか分かってない人間だと。で単に有名になりたくて反戦とか言ってるだけだと。あんなそのいい加減なやつのメッセージをちゃんと伝える必要はありません。歪めてくださいなんですよね。でこれ言われた時にその通訳者は、まあ、やっぱり悩んだそうです。で一つにはですね、まあ、これを断れば多分自分はもうこの手の仕事を回してもらえないだろう。それから、もしも自分がやらなければジョン・バイズのツアー自体が、実現しないかもしれない。それから日本の観客はジョン・バイズの歌が聴きたいんであって、別にそのスピーチを聴きたいわけでもないだろう。それでやりましょうと言って
歪めようとしたんですね。だけどやっぱり通訳で歪めるのって難しいんですね。分かってるのに違うことを言うとかね。でジョン・バイズにちょっと気づかれてしまった。それからこの番組、そのジョン・バイズのツアーの一部はテレビ中継されたそうなんですよね。でさすがにテレビで見ている、視聴者の中にはこの通訳おかしいやんって思う人がいたんですよね。だからコンサート会場でも分からんのかと思いますけど、やっぱりコンサート会場でわーっとこう盛り上がったりしてると、いちいちそのジョン・バイズの英語と通訳の日本語がずれてないかみたいな、そこのチェックまであんまりできなかったんでしょうね。それがさすがにテレビ放映されると分かっちゃって、で事務所に問い合わせがあって、で事務所としてもちょっとこれはというので事情を聞いたらこういうことだったということになったんですよね。でただしその週刊誌とか新聞社とかが、これは大使館とかなんかに確認したそうですが、もちろん、CIA に、問い合わせてもそんな食品はおりません。で時々あるんですよ、そうこういうことする人が、 CIA の名を語っていろいろする人がね、気をつけてくださいよ、これでおしまいです。だから新聞のタイトルも東京ミステリーなんです。これ朝日新聞ですけどね、というわけなんです。で、そういう点でですね、まあ、この歌一つ取ってみると、一番大事なメッセージの部分が消されてたとも言えます。で私これ果物の、ね、比喩でよく考えるんですね。つまり果物には甘い果肉があって中に硬い芯があります。で果物としてはその甘い肉で、いろんな動物とか人間とかを誘って、でもその人間とか動物は硬い種は食べられないので、ペッペッとそこらに捨てるわけですね。そしてその果物は広がっていく。で私たちはこのドナドナに関してある時期、まさしくそういうことをしてた。ドナ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 という物悲しいメロディーのところの甘い果肉をむさぼって、でひょっとしたらそこにあったかもしれない硬い芯をそこらにペッペッと捨ててたですね。でもその必ずしも日本のこのドナドナ需要が悪かったとも私は思わないんですね。ちなみに先ほどジョン・バイズの、ベストアルバムから、ジョン・バイズバージョンのドナドナ聴いていただきましたけど、これ1曲目に入ってるんですよね。でジョン・バイズのアメリカで出ているベストアルバムを見ますと必ずしもドナドナは入ってないです。つまりアメリカではそのドナドナはジョン・バイズの持ち歌の一つであっても決してまあ代表曲ではないんですね。日本ではジョン・バイズといえばドナドナ、ドナドナといえばジョン・バイズっていうぐらい有名な曲になってるわけです。つまりそうやって甘い果肉をペッペッとむさぼってはペッペッとこう種を捨ててたのが私たちだったかもしれない。でも捨てられた種はどこかでは芽吹いたりするわけですよね。まあこの歌でいけば、例えば私がですねこの歌の背景を知らないで、それで娘に何や物悲しい歌やろうって歌ってて、で娘がある時に父親が歌ってた歌、あれは何やったんやろって思って調べて、あ お父さんあの歌は実はこういう歌やでって教えてくれたとしたら、まあ私が捨てた種が娘のところで芽吹いたっていうことになると思うんですよね。でこの歌についてはそういうことはもうないわけです、私が言ってるわけですから。だけどもそういうことは他にもいっぱいあると思うんですよね。知らない間に種をいろんな人に撒いてしまってる。でその撒いてしまった種がそこで実は思わぬ形で芽吹いている。で逆のケースもあると思うんですね。誰かから種をもらってしまってる、なんか何かの拍子に誰かから言われたことがすごく気になって、でそれをいろいろ考えてみたら実はこういうことだった、そしてその言った相手にですね、あれは実はこうやでって言ったら、いやそんなん言ったっけみたいな感じで相手は忘れちゃってるかもしれない。でそういうその大事な種の委ね合いみたいなことを私たちはいろんなところでやってる可能性があるし、やれるんじゃないかと思うんですね。もちろんその種は歌に限らずいろんなものがあると思います。ものを考えていく時のアイデア、一番その原点になるような大事なものが実は人から来てる、あるいは人に渡してしまってる、気づかないでということがねあるんではないかということを思うわけです。まあ、この歌についてはそういうことはまあないかもしれないんですけれども、まあ、面白いなと思うのはこれは翼のない子牛の歌なんですけれども、ニューヨークで作られて1940年に作られて、そして43年4年ぐらいには
難民キャンプであるいはアイシュビッツで歌われていたということは大西洋を渡ってるんですね、翼のない子牛の歌が。で同時にその歌がこの今言っているように日本で知られている、日本で小学校中学校高校の音楽の時間に歌われているぐらい知られている、つまり太平洋を渡ったわけなんですよね。だから翼のない歌のがこの大西洋を渡る、太平洋を渡るというこういうあたりのこともとても面白いことだなと思います。これぐらいですかね、時間的に。はい、じゃあ今日ちょっと歌がね中途半端になってしまったかもしれませんが、ちょうど時間になったと思いますので、これで私の講義は終わらさせていただきます。ありがとうございました。